三井不動産株式会社は東京都中央区日本橋室町に本社を置く総合不動産会社である。戦後一貫して不動産業界において売上一1位に君臨している。三井住友銀行、三井物産とともに三井グループの子三夜である。オフィスビル、商業施設、住宅販売など幅広い事業を展開している。日本橋三井タワー、 霞ヶ関ビルディング、ゲートシティ、大崎などのオフィスビル、ショッピングセンター、ララポート、三井アウトレットパークといった商業施設、大型物流施設、MFLP、三井ガーデンホテルなどの宿泊、リゾート施設、マンション等、幅広く不動産開発事業を展開している。三井本館をはじめとして、旧三井財閥発祥の地である日本橋地区に、 多くのオフィスビル、複合商業ビルを有し、2000年代以降は、日本橋再生計画と呼ばれる大規模再開発を主導しており、日本橋川沿いの水辺空間の賑わい創出を掲げている。2017年11月からは、商業施設の会員向けなどに、インターネット通販サイト、アンドモールを運営している。商業施設の運営管理は、 三井不動産商業マネジメントが担っている。1941年に三井合名会社不動産部門を分離して設立された後、米国占領下の有識制党のため、株主安定化がなかなか実現しなかったが、1959年頃に解決した。このことが業界2トップだった三菱辞書と比べてビル事業が 比較的小規模なままに留まっていた一員だった。その後、高度経済成長期には地方都市にいち早く進出。東京都内では超高層ビル事業を積極的に進め、1968年に霞ヶ関ビルを完成させた。日本初の超高層ビルの竣工であり、これにより三井不動産は知名度を上げた。1958年に 春節埋め立て事業、1961年に宅地分譲事業、1964年に別荘地分譲事業、1968年に小建て住宅分譲事業、マンション分譲事業など事業を多角化した。1991年より三井不動産グループのロゴマークとしてをかたどったロゴマークを使用している。アンドは同じ三井グループである 三井物産が英称として使用しており、英語圏では人名のみで構成される会社名を表記する際に慣習的に使用されるものであるが、三井不動産では共存、共生の理念を表すものとして、おわではなく価値観の総告を乗り越えて新たな価値観を創出していくことを表すものであるとしている。日本橋東急百貨店の閉店をきっかけとして、同地区周辺の再開発を進め、 日本橋再生計画の講師として2004年にはコレドに3をオープンさせた。さらに2007年春には六本木地区の防衛庁跡地に総合複合再開発として東京ミッドタウンを開業。同施設にはリッツ・カールトン東京やサントリー美術館が入居した。2018年には有楽町で東京ミッドタウン日比谷を開業。2022年には 東京駅前にて、東京ミッドタウンや S が、開業予定であり、都心部での大規模複合ビルの開発を進めている。分譲住宅事業は2006年にグループ会社の、三井不動産レジデンシャルとして分社化された。三井グループの大手として、2機会、月曜会、三井広報委員会、三井行債研究所、すなわち三井クラブの会員会社であり、三井文庫の参助会社でもある。 日本橋みついたは、霞ヶ関ビルディング、東京ミッドタウン、日比谷住宅事業ビル事業ホテル事業ショッピングセンター、事業リゾート事業レジャー事業インテリア事業総課、緑花事業、アセットマネジメントリートナショナルスポンサーの場合、全国共通 CM の他に放送エリアに関連した地域限定 CM を流すことが多い。スポンサー番組過去のスポンサー番組など、 三井不動産が事業者の一社として建設した神奈川県横浜市のマンションパークシティララ横浜で虚偽データに基づいた工事が行われ複数の杭が地中の強固な地盤に届いておらず建物が傾いていることが2015年10月に発覚し耐震の安全性が疑われた。日本経済新聞はこの問題で三井不動産グループのブランドイメージが低下する恐れがあるとした。 同市では前年にも住友不動産が分譲したマンションで同様の問題が発覚し指導が行われていた。浦安市で三井不動産が1981年に分譲した分譲住宅パークシティタウンハウスさんの住民ら32人が2011年3月11日に 発生した東北地方太平洋沖地震による液状化で住宅に被害を受けた原因が適切な地盤改良工事がなかったことにあるとして三井不動産と関連会社を2012年2月に提訴した住民ら36人が三井不動産などに約8億4200万円の損害賠償を求めていたが当時の知見では想定されていなかったとして2014年に 三井不動産らが勝訴した。2003年に三井不動産が分譲を始めた集合住宅ファインコート新浦安の住民も液状化被害について三井不動産を訴えたが2014年に棄却された。宇部高産の子会社である宇部コンクリートが産地を偽装した石灰石を使用し実認定不適合のコンクリートを出荷していた。ありがとうございます。